そうですね。まあ、あの、しっかり援護ができる場面があれば、援護して。まあ、優勝狙えたら。まあ、そこは地元なんで、取りに行けるように。頑張りたいと思います、えー。優勝できるように頑張ります。応援の方、一つよろしくお願いします。三三バンク、今回に走して、どうでしょう。まあ、調子は悪くないですね。決勝戦。 警戒されると思いますが、そのあたりはどう考えますか。まあちょっと考えてはい走りたいです。決勝戦はどう戦いますか。そうですね。あの二日目連携した笠松君の後ろに行きたいと思います。これで笠松選手とのこう踏み方も分かったと思います。決勝戦楽しみですが。そうですね。まあ積極的に動いてくるんで自分でも楽しみだと思います。決勝戦は機動力タイプどんな印象ですか。そうですね。 もうみんな強いんで、僕も負けないように力出し切りたいなと思います。連日バックを取っていますが、先頭で風を切ることはもうレースとして基本で考えてますか。そうですね。まあ、最近はそれを基本に頑張ってます。力を出し切れるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。決勝戦はどう戦いますか。そうですね。あの、東地区の黒川君がいてますんで。 あの黒川君にしっかりついていきます。初日もマークしていらっしゃいますが、ついてらしてどうでした。えー、強かったです、えー。精一杯黒川君、目標に頑張りますので、応援よろしくお願いします。決勝戦はどう考えますか。まあ、決勝はあの地元の柴田君がついてるんで。もう積極的に行きたいなと思います。鈴木選手のラインの三番手にキラ選手も。で、コメントも出てますしね。 本当に心強いですねそうですね、西地区ではね、黒川君は本当はいるんですけど、ちょっと回れるところないし、まあ、最近よく難関勢とか、結構使わせてもらうんでね、ちょうど空いてるみたいなんで、できればそこからっていう感じですね、あとは直線勝負でそうですね、もう使かせてもらえるんでね、しっかり援護できるところ、援護して。決勝戦はどう戦いますか 筋の目標もないんでね自分でできることをやりたいと思いますにそうしてこの伊藤の3-3バンクはどんなイメージですかまあ冬場陶器移動でこちらの方にお世話になってるので走りやすいと思います2場所連続になりますけれども手応えどうですかそうですね今回に限りちょっと調子は初日よりは良くなったのかなという気はしますけど黒川選手のイメージはどうですか いやもう S1 というイメージですね。もうあの一生懸命ついてってくらいついて、頑張るだけだと思ってます。